新能公は5年3月12日は、第67代、五鈴作天皇、第二王女。母は、皇后、貞子内心皇。鴨も院、後源、俊房の性質同母姉に、良子内親王。同母帝に、第69代、御三条天皇がいる。父、五鈴作天皇の即位により、姉。 両子内親王の伊勢西宮牧場と同日の長元9年11月28日、鴨モ院に牧場され、翌朝略元年4月13日書在院入りする。この人事は、名の貞子内親王と不仲だった、藤原頼道が、貞子内親王をくじくために娘を遠方に引き離す、戦略だったと説明されることが多い。だが、去ること長元四年、当時の伊勢西宮であった、 友平親王第三王女、古城王が、主乱に乗じて、御託船と称し、西宮の礼宮は、天皇の失政として非難した事件があった。このため、伊勢、鴨の祭司を、天皇家が怠っていないことを表明するため、天皇御娘を、五木宮、祭院に任命したとする説が近年有力である。監督二年一月十八日、五須作上皇の法御により退化。 その後は、定子内親王の下で生活していたが、天行五年、三歳年下の源の年房と、三通し、ついに年房の屋敷へ駆け落ちしてしまった。年房は、おば、高姫女王が、藤原頼道の正妻、母は、頼道のいぼ妹と高子という、石棺家よりの人物であり、これを知った弟の東宮、高人親王は怒り狂ったが、 歳房が石棺家の演者であることもあり、女医などの具体的な処罰までには至らなかった。しかしこの事件で見こらしからぬ軽率な行動を取った、剣士内親王は、その後共産院と呼ばれるようになる。歳房との間には子女に恵まれなかったが、その後は歳房性質として厚く偶された。しかし、老いの白川天皇が即位すると、御三条天皇の遺言を盾に、 白川天皇の異母帝、佐根親神皇、夫人神皇を東宮に押す夫、都市房と自分の子孫を天皇に据えたい。白川天皇は次第に対立するようになる。幸和5年、白川天皇の息子、堀川天皇に、巫女が生まれる。この巫女が、生後間もなく、東宮とされ、都市房は失脚、その後は失意の生涯を送った。剣士内神皇は、 蕎麦天皇と入れ替わるようにこの年、皇居、夫の連落を見ることはなかった。ありがとうございます。